どうも、おつか、歴史くんでございます。9月9日、今日の歴史3分講座。群馬県民の方、大激怒？群馬県よりも、茶器一つを欲しがった戦国武将がいた？本日9月9日は滝川和正さんの命日でございます。この方はですね、あの織田信長の重臣ですね、まあ、後に織田四天王なんていう風に総称されたりしますけども、そのうちの一人ですね、まあ、ただ信長のドラマとか描くときメインキャラとしてはあんまり残念ながらね登場してこないんですけども、あの秀吉とか明智光秀とかと似てて出身がわからない謎だらけなんですけども、信長の家臣になって一気に出世していった武将の一人ですね。でこの方どこでどう育ったかっていうのも結構謎のままで、まあ、有力なのはね、甲賀の国、まあ、甲賀忍者が有名ですけども、あそこの国衆の滝川家出身だというふうに言われてますね。だからまあアニメとかゲームとかだと忍者キャラみたいな感じで描かれることもありますね。で若い頃は非常にやんちゃだったそうで、自分のおじさんの側室に手を出してしまって怒ったおじさんが一正を殺そうとするんですけども、逆に返り討ちにしておじさんを殺してしまって大きなトラブルとなって出奔したとか、あとは堺の町の方で自分の親族である人をトラブルで殺してしまって諸国を巡ったとか。でただですね、まあ、トラブルメーカーなんですが得意なものがあったんですね。それが火縄銃、鉄砲ですね。だから明智光秀と似てますね。あの人も鉄砲が得意だったというふうに言われてますんでね。でまあその鉄砲の腕を買われてか織田信長の家臣となるわけですね。これが桶狭間のちょい前だというふうに言われてますね。1550年の後半頃ですかね。でそっから信長の主な戦結構活躍してますね。長島一向一揆で活躍して伊勢の国のあたりに領地をもらって長島城の城主になってますね。あとは長篠の戦いで鉄砲衆を率いて活躍してますね。で何よりの功績は天正10年1582年の甲州征伐ですね、まあ、武田攻めなんていう風にも呼ばれたりしますけども、まあ、これは武田信玄の後を継いだ武田勝頼を織田信長と徳川家康ら連合軍が滅ぼした戦いですね。この時に滝川勝正さんは主力部隊として甲斐の国に攻め込んで最終的に武田勝頼を切腹に追い込んでますね。でこの戦いの功績で滝川勝正さんが与えられたのが神津の国と、そして信濃の国の佐久郡と小佐方郡ですね。まあ、神津の国は今の群馬県ですね。で信濃の小佐方と佐久郡というのは長野県の東側の方ですね。上田市とか、あとは小諸市とか、あの辺りですね。そして織田家の中の関東を取り仕切る担当になるわけですね。これ後に関東管領というふうに呼ばれたりしますけども、まあ、当時そうやって呼んでたか分かんないんですけども、とにかく関東のトップになったわけですよ。あのやんちゃだった勝正さんが天下人信長の下で関東を取り仕切る男になったわけですから、大出世も大出世、さぞかし本人も喜んでるかなと思ったら、なんと滝川勝正さんが不利なんですよね。これね、当時の和正さんが書いた書状がね残ってんですよね。あの実は滝川和正さんは大の茶道オタクなんですね。で茶人仲間で京都の三国一太郎五郎さんという方がいらっしゃるんですけども、もしかしたら三国一かもしれないですけども、この方に書状を送ってるんですが、そこにはですね、今度武田内畑氏僧侶自然望みもこれあるかとお尋ねも僧侶あば、こなすびをと申しあぐべき覚悟に僧侶ところ差はなく恩国に置かせられ早漏城茶の湯の名画は月早漏、まあ、つまり武田は打ち果たしたと。なので何か望みがあるかと信長様が訪ねてくるかもしれないと、そしたら私は小なすびをくださいと、そうやって申し上げようと思ってたのにそれはなかったと。しかも隠国遠い国に派遣されてしまったから、もう茶の湯における幸運はもうないと、最悪だみたいなことを言ってるわけですね。でここに登場している小なすびってやつなんですけど、これはですね茶器ですね。茶入れでナスの形をしているものをナスとかナスビと呼ぶんですけども、当時めちゃめちゃ有名だった寿光小ナスビというのがあったんですよ。まあ村田寿光さんという有名な茶人がいたんですけども、その方が持ってたから名付けられてるんですけども、とにかくもうお茶オタクだった滝川一正さんはそれが欲しかったんですね。で武田征伐の褒美は何ならそれでいいと思ってたのに、なんで俺は神津の国群馬県とあと信濃の一部を長野県の一部をもらわなきゃいけないんだよと嘆いてるんですね。まあ茶の湯の名画は尽きたって言ってますけど、まあ茶の道は終わったみたいな感じですね。まあこれもしかしたら滝川一正さんがシャレのつもりで言ってる可能性もあるんですけども、当時茶道がどれだけブームになってて茶器1個がどれだけの価値があったかっていうのを伺い知ることができますね。でこの後本能寺の変が起きますね。6月2日のことですけども、当時一正さんは拠点を前橋城ですね、後の前橋城ですけども、そこを拠点にしてたんですけども、その知らせを聞いて撤退しようとするんですけども、そこをですね北条氏直、北条5代の5代目ですけども、北条家の軍勢が来て彼
神奈川というところで激突して敗れてますね。でその後帰ろうとするんですけども、途中で木曽義政が足止めしたりとかですね、いろいろ大変な道中だったんですけども、結局その後に開かれた清須会議にこれ間に合わなかったんですね。で徐々に織田家内部で立場が弱くなっていきまして、でその翌年ですね、静ヶ岳の戦いというのが起きますね。これは秀吉と柴田勝家の戦いですけども、秀吉が勝利を収めて、でその後柴田勝家は滅びます。で柴田勝家とともに秀吉と戦ってたのが織田信孝さんですね、信長の三男、そして滝川一益さんもそっち側についてるんですね。なので敗れてしまいまして、秀吉に降伏して剃髪頭を剃って、その後は丹羽長秀の領地である越前の国福井の方で謹慎してますね。でその翌年にですね、今度は小牧長久手の戦いっていうのが起きて、秀吉とそれまで仲良かった織田信勝という信長の次男がいたんですけども、そこが対立して信勝に徳川家康が味方して、ここで激突するわけですね。でこれまあ結局秀吉が勝利を収めるんですけども、滝川一益さんはですね、この前に秀吉に呼び出されて秀吉方として参戦してるんですよ。じゃあ問題ないじゃないかと思うじゃないですか。いや違うんですね、ここでもちょっとやらかしというかね、やってまして、滝川一益さん、まあもともと伊勢の方に領地がありましたんで、そこにですね蟹江城というお城がありまして、で一益さんは蟹江城に奇襲をかけて、そこに入城して周囲の織田信勝徳川家康方についたお城を攻め落とすんですね。ただ信勝と家康が動きまして、蟹江城に攻め込んできて、結局滝川一益さんは信勝家康連合軍に降伏をして、命からがら落ち延びてるんですね。でその結果、一益さんのまず息子がですね、和忠さんという方がいたんですが、この方が責任を取って追放されてしまいまして、そして滝川一益さんは再び越前に向かいまして、隠棲ですね、静かに隠居生活を送って、天正14年1586年の9月9日にお亡くなりになったそうです。で剃髪して隠居するタイミングというのが蟹江城の合戦の後だという風な話もあるんですけども、まあ、とにかく自分を出世させてくれた信長がいなくなってからは制裁を欠いてしまった、まあ、とにかく波乱万丈な人生を歩んだ面白い武将ですね。でちなみにあれだ、受講こなすびどうなったかというと、今もう残ってないんですよ。どこ行っちゃったかというと、本能寺の変で燃えて亡くなってしまったそうなんですね。滝川一益さんが欲しがったこなすび見てみたかったですね。以上、9月9日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。